クリプトコッカス症患者のパッセン食造ク,クリプトコッカス症とは、クリプトコッカス属に属する、公母様親菌の感染を原因とする、人獣共通感染症。人、犬、猫などに感染する。主にクリプトコッカスネオフォーマンズによる呼吸器症状が認められる。クリプトコッカス属は、空気中や土壌、植物などの環境中に広く分布する。 免疫抑制状態、通常であればその免疫力によって増殖が抑えられている。病原性の低い状在細菌が増殖し、その結果として病気を引き起こすことがある日より未感染症の一つとして知られている。100万人につき年間2人から9人の患者発生率で致命率は約12%。アメリカ合衆国では患者の85%が HIV 感染者から発生している。病原体を吸い込み、肺で感染することが多いが、不健性感染の場合もある。微重の排泄、微孔に、肉芽種。病原体が、肺から移動し、髄膜炎、脳炎を起こす。クリプトコッカス性髄膜炎の症状は、頭痛、発熱、無気力、昏睡、人格変化、記憶障害。 分泌物などの検査材料に、墨汁染色を施し、胸膜を有する、酵母様親菌を確認する。組織と体液からの抗体検出を行う。アムホテリシンビー、フルコナゾールなどの抗震菌剤を用いる。横浜市衛生研究所、クリプトコッカス症について、2012年10月20日閲覧。ありがとうございます。